今日は若手起業家の皆さんへのメッセージとしてお伝えをしていきたいと思います。まず一つはですね、広く見識そして学識を深めようということであります。まず体験学習の専攻ということをお伝えしたいんですね。体験学習を専攻することによって体を使っていろいろ体験しますから、やはり五感を持って獲得すると、なんといっても目の感覚、それから肌の感覚ですね、そういった五感でもって体得したっていう、そういうことが重要でありまして、単なる文献の文字だけで頭に入るというよりは、実際にその熱を伴いながらというか、あるいは痛みを伴いながらの体験学習というのが大変重要だというふうに思います。そして2点目はですね、自己の強み特性、それを再発掘してですね、それを前面に出してそれを進む歩むということが重要だと思います。どうしても周りの人からいろいろなことを言われたりしますと弱みに目がいってしまいますけれども、その弱みを改善しようといっても大変エネルギーもかかりますし、自分の性格的なものもありますし、持って生まれたさまざまなものもあるでしょう。したがってむしろ弱みというよりは強みに焦点を当てて、その強みの拡大というところに努力をしていただきたいものというように思います。さて3点目はですね、質の高い人脈と関われということであります。まあ一般的には人格という言葉がありますが、我々の中では霊格とか霊性という言葉もありますね。その魂というか、それの格というのもあります。社会的な立場の格ということもありますけど、まあそれとほとんど相関はしておりますけども、ある程度社会的にいい立場にあってもその魂の格のあまり高くない人というものはありますね。まあ一般的には今だけ金だけ自分だけと言われて、今のことしか考えない、未来のことを考えないね、自分のことしか考えないずに周りの人や、社会のことを考えない、それ金だけですね。金以外の重要なこともあるんですけれども、どうしても生き様として今だけ金だけ自分だけというような生き方ばっかりをしている方といいますが、必ずしも冷静が高いとは言いませんから、そういう人とはちょっと距離を取って歩むと言いましょうかね。やっぱり、日頃追い求め、その関わり合う人間の核ということを意識してですね、行くということが重要だというように思います。さて、4点目は自分らしさですね。自分らしさに磨きをかけようということであります。らしさのことをアイデンティティとも言いますけれども、特にこういう、私のお話などを聞きながら、一つのらしさの第一はマインドアイデンティティと言われる自分の考え方、自分の生き様、自分の軸というものをしっかり持つということですね。その軸なり生き様というものを持つ、まずはマインドアイデンティティです。で、私は今日こういう和装で、お話をさせていただいてますが、和装で、坊主なもんですから、皆さん一見して市川先生だとこう言っていただけるんですが、このビジュアルアイデンティティと言いますね。そのビジュアル面でその人らしさというものを出していくということであります。したがって起業家で、若手起業家の方々はあんまり服装などもですね、やっぱり背広の色にしても靴にしてもですね、やはりそのあなたらしさっていうのは、カジュアルに行き過ぎてちょっとビジネスとは少し離れるような服装をなさる方もおられますけども、その辺は注意しながら起業家らしさというビジュアル面で、打ち出していくということは大変重要なことになります。それと同時にビヘビアアイデンティティですね、その自分の行動というものですね。ただお客さんが来た時のお出迎えにしてもお見送りにしてもですね、それからその時の接し方、最初どんな話からしてどのように締めくくっていくのかという、そういうビヘビアレベル、その振る舞いのですね、自分らしさというものをはっきりしておくということが重要だと思います。さて、5点目はですね、短識を深めよう、腹作りに心がけようということであります。揺らがる不動心といいましょうか、あるいは貫く力というのが非常に重要になってきます。そういう意味では自己のその腹なり
地上位と言われていますが、そういう短式腹ですね、およその式から下3、4センチの腹作りということを、いつも言っているんですが、そこに一般的に言われる魂と言いますか、霊性というものはそこにありますので、そこをきちっと固め磨いていくという、まあ、そういう意味で、私どもは修行の山に行くことをお勧めをしておりまして、非日常の場面から日常の自分を見ながらその腹を作っていくということが大変重要だというように思います。さて6点目はですね、自己の使命天命、そしてなすべきことを明確にして選択と集中を図っていくということが重要だと思います。目的と手段というのがありますが、今やっている活動というのは果たしてその使命目的にピッと合ってるんだろうかどうか、目先のいろいろなことに追われてしまいますから、必ずしもその自分の使命だとか自分がなすべく目的とは違ったところで多くの時間なりエネルギーを割くことがついつい現れてしまいますけれども、絶えずそのことは一体今自分がやっていることはですね、誰のために何のための活動なのかということを振り返らなければならないと思います。私も今こう撮影しておりますけども、この撮影は一体誰のために何のためにやってるんだろうかと、自分のそのミッションあるいは使命というものとの関わりの中でですね、その絞り込んで選択集中して伝えておりますが、そのように使命、その目的との間の中でその選択集中というのが必要になってくると思います。さて7点目はですね、神仏の喜ぶ行動を取れということであります。まあ、これはですね、あまりにも我欲私欲といいましょうか、私のためだけ、あるいは小欲とも言いますけど、自分のわがままを入れた自分の欲望に基づく小さな欲望に基づく活動というものに集中していきますと、なかなかですね、その周りの人たちとの間で融和がうまくいかない場合もあります。やっぱり世のため人のために尽くすと言いましょうかね、大欲を持って多くの人たちの幸せのために自分はどう生きたらいいんだろうかということを絶えず考えることが必要だと思います。まあ、そういった世のため人のために行うという徳積み活動をしておきますと、まあ、目に見えないその神仏というもし神様がいるとすればですね、そういうことをする存在のあなたに関して好意度が高まるわけであります。私はまあ結論から言いますと、目に見えない神仏への好意度を高めて暮らすという生き様が大事だというように思います。今日は以上です。